はい、おはようございます。こんにちは、こんばんは。リオスです。まあ、今回は、てっぺんチャレンジやっていきたいと思います。まあ、てっぺんチャレンジわからない人もいると思うんで、ちょっと前にテレビで放送されてた50キロの、バーベルを何回持ち上げられるかっていうのをね、僕もちょっと挑戦したいと思ってやってみたいと思います。で、まあ、正直言って、29年間、本当に28年間か、あれ全く運動もしてこなくて、ね、今、一年頑張って、その人に勝てるとかも思ってないし、正直競うというよりかは、自分の記録をいくつ今できるのかっていうのを記録したいっていうのが一番でかい。まあ一応ね、やっていく流れとして、面白さ的にはやっぱり、やってた人たちをね、超えるっていうイメージあればね、普段よりも上げれるんじゃないかっていうのもあるんでね、それで今回目指して頑張っていきます。で、まあ、今回の自分のやつはね、なんか体重の 0.8 ってあるんだけど、それやっちゃうと多分俺、すぐ落ちちゃうんで、50回でいきます。うん、50回ルールで。だから50キロだ。50キロルールでいきます。うん。で、この記録とともに。で、まずね、どれぐらい、じゃあその芸能人がやってた、てっぺんチャレンジの記録、どれぐらいのものかちょっと言っていきます。うん。いや、ちょっと調べて見てみました。間違ってたら申し訳ないです。6位が、トム・ブラウンの道夫さんが、25回、50キロ。で、5位が、ちょっと一瞬だけちょっと風が相当強かったので口で言います。竹内さんが50回で、中山きんに君さんが55回で、ボビー・オルゴンさんが63回。いや、もうみんな やばいです。本当に2位があれ武田真治さんですね。うん、武田さんですね。前回1位だったが71回。そして1位が、まあボディービルすごい体持ってる横川さんが84回だったらしいです。まあね、正直言ってね、バケモンの揃いです、これ。はっきり言って。自分がね、ちょっと前にやったとき、ちょっとてかね、だいたい、半年前ぐらいかな、50キロは連続で13回がデフォルトで、15回上がったときめちゃめちゃ嬉しいぐらいが自分の記録でした。だからね、できればね、トム・ブラウンさん超えたいです。うん、トム・ブラウンさんを。いや、25回もめちゃめちゃすごいからね、一応、はっきり言って。うん。だから俺ね、半年前は13から15、調子良くて15で、デフォルト13だった。で、今ね、ちょっとね、半年後の俺はちょっとは強化されてるから、もうちょいいけると思う。だからね、まずトム・ブラウンさん、腰の25狙いつつ、25から越したら、無我の境地で50狙います。よし、行きます。けど、その50も超えたらもうリミッター外して、一瞬の命を借ります。ワンピースでいう、この一瞬の命をかけたクロコダイルに戦い挑んだ人たち、名前忘れたんですけど、その人たちみたいに、この時に全ての全力をかけて、100回目指します。お願いします。うん、まあじゃあね、まあもう言ってもぐだぐだ言ってもあれなんで、一斉速攻でやっていきたいと思います。最初アップからお願いします。俺はね、正直まだまだ聞いてるも浅いし、全然ね、やばい回数出すぞとかね、は厳しいと思う。そんな簡単な世界じゃないし、そんなちょっとやったやつがポンっていけるようなもんでもないし、俺はもう、それにさらに才能もないから。そんな俺だけどね、自分をまず超えたいから、半年前の自分が15回だったんで、まあ最高。今回それ絶対抜く気持ちでいきます。よっしゃ、行くぜ。ああ。よし、じゃあちょっとね、見ながらやっていきます。1回。2回。いいよ。3。4。お、怪我しないようにちゃんとやってね。5。いいよ。6。いい感じ。7。はい、とってもいいよ。8。9。あ、いいね。まだまだいけるね。10。いけいけ。11。12。まだやれる。あ、13。よし。14。よし。15。よし。調子いいね。16。17、よし、いいよ。18、19、20、よし。21、よっしゃ。22、23、24、よっしゃ。25、はい。いけいけ。26、よっしゃ。いけいけ。頑張れ、頑張れ。27、よし。28もきつぎ出しに来てるよ。はい、いけいけいけ、負けんな。29、30、いけ、30、よし、いやいやいや、ドタバタしてもいいからいけいけ、31、よし、32、33、いけ、33、いけ、33、33、いけ、33、負けんな、33、33。
よっしゃい。33ですね。よし、頑張った。やばい。めちゃくちゃさ、いったわ。今日ね、前回の俺アップデートしたわ。うん、けど、悔しいな。33だな。33回です。50回、33回か。いや、嬉しいわ。けど、15回だったから、倍だね。倍上がってます。嬉しいな。33回上がったのか。約倍ですね。いや、嬉しいです。嬉しいけど、悔しいな。じゃあね、みんなね、見てくれてありがとうございます。こっからね、まあ普段通りちょっと胸鍛えていきます。いつものプログラムというか、戻りたいと思います。じゃあ、お願いします。ここまで筋肉あるんだよな。こっからがね、皮だから。これをいかに埋めるかだよな。これ筋肉だわ。これ油。油っていうか皮と油。140キロになった代償はでかいな。まあけどね、壁がでかいことやる価値があるんでね。ウェルカムです。